浦川神社浦川神社とは、北海道浦川郡浦川町にある神社、浦川の総鎮守神社、旧社各は豪社、浦川市街地にあるため、参拝客も多く、町民多くの信仰を集めている。毎年9月15日が浦川神社の大祭日。だが、近年は宇治子らの意見もあり、祭日に最も近い土日曜日に行われている。祭りは、 宵いお祭りと本祭に分けられる。宵いお祭りでは神社境内に露店が並び、二つの出汁がカラオケなどで町を練り歩く。その他浦川大通地区では子供御しも出ている。本祭では朝10時から御し渡御が行われる。渡御は従来台ほどのトラックに御しや寝具を乗せ、壮大やう子たちと共に町内を巡る。境町歓楽街と大通り一の五丁目では、 徒歩で吐漁が行われる。装束を着たうじ子が町内を巡る様子はとても見応えがある。平成22年には、浦川神社の過去の神事であった海上吐漁が約半世紀ぶりに復活した。当日は海上吐漁一目見ようと浦川港にたくさんの人が集まり、船に鎮座したみこしを見た観客からは拍手が湧いていた。夕方からは境内で、 出しの演芸が行われ、同時にみこしかい、水霊のみこし吐魚が始まる。100名以上の担ぎ手が、重さいトン弱のみこしを担いで大通りを練り歩く。みこしは昼間に渡魚したものと同じだが、みこしは担ぎ手が担いで渡るので迫力は、断然こちらの方がある。また19時ごろに町内を巡っていた2つの出しと、水霊のみこしが、浜町通りに集合し、 共同演芸も開かれる。ありがとうございます。